And welcome back to J-Wave's Monster 9-Hour Mega Countdown, the Pioneer Smoking Talking Hot 100 Dynamic Airplay. というわけで1994年、今年1年間トータルの Hot 100をカウントダウンしているわけなんですが、さて、このチャートは J-Wave の全ての番組のオンエアリストと J's Calling へいただいた全てのコール、さらに都内5つの CD ショップのセールスをコンピューターで集計し作成されています。ここで3つの要素のうちの1つ、 J's Calling にいただいたコールの中で一番多かったコールトップ10をチェックしていきましょう。Shine, Eyes Wide. Number 9. Ease My Mind, Arrested Development. Number 7. La La means I Love You, Swing Out Sister. Number 6. Always Bon Jovi. Number 5. I'll Make Love to You, Boys to Men. Number 4. Space Cowboy, Jamiroquai. Number 3. All I Want for Christmas Is You, Mariah Carey. Number 2. Secret, Madonna. そして1994年、J's Calling がいただいたコールで最も多かったのがこの曲です。というわけで1994年、J's Calling がいただいたコールで一番多かったのはビッグマウンテンの Baby, I Love Your Way。今年はレゲエアーティストの活躍が大変目立っていましたが、それを象徴するような結果ですよね。もちろんこれはナンバーワン予想クイズの大きなヒントになります。この結果も踏まえて各 CD ショップでナンバーワン予想クイズにエントリーしてみてはいかがでしょうか。ちなみに残り時間あと39分、3時にはエントリー終了してしまいますんでね、お急ぎください。あと先ほども言いましたように39分しか残っておりません。お急ぎください。さあいよいよトップ40の発表なんですが、年間チャート40位は7月に東京チャートで最高5位を記録した高周波ボイスの持ち主。 Number 40 on the Dino Airplay, It's Valencia with That's Right, Gaia. I guess we all believe and pray in a different way. I know he has many names. I'm sure we don't
Number 40 on the Dino Airplay, that's Valencia. Gaia. さあ、ここで WhatsApp Next クイズ。当選者たくさんいますね。正解された方たくさんいらっしゃいます。ちょっとざっとご紹介していこうと思うんですけども、年間チャート46位。Everything But The Girl を当てていただいたのが前田のりみさん、おめでとうございます。3000円相当の CD 券を送りますね。そして、年間チャート44位、ユス・ンドゥール、伊藤治さん、おめでとうございます。そして、年間チャート43位、シェリル・クロー、見事当ててくれたのが谷真由美さん、おめでとうございます。そして42位トリーネ・レイン、和田洋平さん、おめでとうございます。そしてまたも年間チャート42位、トリーネ・レイン、タテのバンさん、おめでとうございます。そして、年間チャート41位、セリーヌ・ディオン、米田英吉さん、おめでとうございます。同じくセリーヌ・ディオン、またしても出ましたですね、サイババ宮崎、なんと11回目の正解ということで、やはり皆さんこれ、チャート作成した方がいいですね、これね。毎週 CD ショップに行って年間チャートを作成する、ね、ちゃんとウィークリーのチャートをこうちゃんと集計していれば、この宮崎のようにガンガン当てることができるということなんですけどね。そうすると我々の立つ瀬がないぞという気もするわけなんですけれども、さあ、そして続いてどんどんいきましょうね。年間チャート40位、バレンシア、見事当ててくれたのが内田真理子さん。そして、2回目ですね、松島恵子さん、確かかな、松島恵子さんね、先ほども、ホットショットで、あ、ホットショットで外れたんですが、見事 WhatsApp Next でね、3000円相当の CD 券獲得しました。おめでとうございます。というわけで、続いてはですね、39位なんですけども、これ見事、しっかり WhatsApp Next で当てていただいた方いらっしゃいます。町田市にお住まいの竹場慎太郎さん、電話入れております。もしもし。もしもし。竹場さん。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。というわけで3000円相当の CD 券送らせていただくわけなんですけども。ありがとうございます。はい、竹場さん、9時から聞いてました、ちゃんと。9時からじゃなくて途中で起きたんで。途中で起きた。はい。そうですよね。ね、もう本当にお休みですからねということでね、ちゃんと、でもしっかり答えてくれましたね。それでは竹場さん、はい、ちなみにその皆さんにですね、はい、年間チャート39位のアーティストを紹介していただけますでしょうか。ルーサー・バンドレスとマライア・キャリーのエンドレス・ラブ。その通りです。おめでとうございます、竹場さん。3000相当 CD 券、あなたのものです。 My love, There's only you in my lifeThe only thing that's right, my first love, yeah. You're every breath that I take, you're every step I make.You will always be
39, Luther Vandross and Mariah Carey, Endless Love. One, two, ready, go. One, two, ready, go. Come on. And you're listening to the Dino Airplay on 81.3 Wild and Free. さて、今年の年間チャート第1位の曲を当てていただくナンバーワン予想クイズ。残り時間少なくなりましたが、まだエントリーできます。現在 HMV 渋谷、渋谷タワーレコード、渋谷ウェーブ、六本木ウェーブ、銀座山の楽器、新宿バージンメガストア、池袋バージンメガストア、以上7つの CD ショップにこのナンバーワン予想クイズのエントリーコーナーが設置してあります。午後3時でエントリー受付終了しますのでお急ぎください。見事正解された方の中から抽選で2名の方に CD50 枚が内蔵できるミニコンポパイオニアセルフィーバンクを、そして3名の方に CD-LD のコンパチブルプレイヤーパイオニア CLD-Z1 をプレゼントさせていただきます。そして年間チャート38位にランクしたのがこの人たちです。 This is DNC Music Factory and you're listening to Tokyo Hot 100. Here's Do You Wanna Get Funky CNC Music Factory at number 38. Much man funk, I need a shower. Yeah. The Cooper's Cooper master plan, 'cause I'm the super duper. Yeah, mythical, yeah, physical. So here we go, feel the soul flavor flow down to your embryo. My style, Valdi and Wow, bring it up, hit it up, live it up. Hey, you people. Dance over here, everybody combining in a fabulous play. The rhythm sweating and whining, champion and grinding. Hear the people screaming, clapping, just mellowing. See and see, I'm not the brown man chilling. Let's get funky, all right, to the rhythm. Bounce to the beat, see and see, it's just hitting. Ladies, let your body just flow, not stopping. Number 38, CNC Music Factory, Do You Wanna Get Funky? Hi, this is Lance Luthor from The Circle, and you're in tune to Chris's Tokyo Hot 100 on J-Wave. Na, 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 That's number 37, Inner Circle, Games People Play. なんですか、ここで曲の前にこれ行きましょう。Hot Shot Twisters. はい、行きましょう。6回目のホットショットトゥイスターズ。今から WhatsApp Next クイズで不正解だった方の中からお一人抽選で選んでこちらからお電話します。問題は今のインナーサークルに関する3択です。3つの中からインナーサークルに関するエピソードの番号を選んでください。
あと3回行いますのでね、WhatsApp ネクストクイズに失敗した方も気をピリピリこう張り詰めながらお聞きください。正解した方には CD チケットをプレゼント。前回のホットショットトゥイスターズ×ハズレだったので今回の CD チケットなんと6万円、6万円相当の CD チケットが当たるかもしれないということですね。なお電話が鳴ったら呼び出し音3回までに、出てくださいね。それまでに出られなかった場合は失格となってしまいます。電話に出られなかった場合1回のクイズで3人までお電話できるということなんですけども、どなたも電話で出られなかった場合やクイズに不正解だった時はCD チケット持ち越しとなってしまいます。それでは、早速ちょっと電話してみましょう。この方はですね大田区に住んでいらっしゃる方ですね。おっと久しぶりの登場という感じがするわけなんですけども、これオペレーターの人がちゃんと、撮ってくれるんですけど、ね、下にちょっとメッセージがあって可愛い子供というふうに書いてあります。もしもし、もしもし、長坂さんのお宅でしょうか。はい、陽介くん。はい、お久しぶりです。こんにちは。こんにちは。聞いてた番組、はい、じゃあこの新しいクイズのやり方わかるよね。はい、ね、ということでちょっとこの番組初めて聞かれる方にちょっとね、ご説明しますと、長坂ファミリーというのはこの東京ホット100、J-WAVE もう開局当時からずっと、ファンでいらっしゃいましてですね、陽介くんは初めて僕と電話で喋ったのいくつの時だっけ。7歳。7歳ぐらいかね。それ今はいくつなの。11歳。だからね、もう4年前から結構ひいきにしてくれるということなんですけどもね。はい、ということで、陽介くん、後ろにお母様いらっしゃいます。いいえ、今日は横に。いや、横にいるんだ。後ろじゃなくて横に。なかなかシャレが分かるようになった。え、旅行に行ってんの、はい、横にいるの、それとも旅行に行ってんの。はい、横にいるんですよね。横にいるの。まあいいや、はい、置いといてみたいなね、どんどんいきましょうね。はい、それでは、陽介くん、問題です。次の3つの中からインナーサークルに関するエピソードを当ててくださいね。はい、正解は1つです。あとの2つはデマですからね。ではいきましょう。1位、インナーサークル、トレードマークは立派なドレッドヘアなんですが、食事の時にはフケが落ちないように専用の巨大なヘアネットをする。2位、インナーサークル、六本木のディスコでメンバー同士が女性をめぐって大喧嘩、止めに入ったのがたまたま同席していたブラーのボーカルだった。3、インナーサークル、来日した時東京駅のホームで空腹を我慢しながら電車の時間待ち、いつまでも来ない電車に耐えかねたメンバーがホームで固形燃料を使ってカレーを煮て食べた。繰り返しましょう。1位、インナーサークル、ドレッドマークは立派な、すいません、ドレッドマークじゃないですよ。インナーサークル、トレードマークは立派なドレッドヘア、食事の時にはフケが落ちないように専用の巨大なヘアネットをする。2位、インナーサークル、六本木のディスコでメンバー同士が女性をめぐって大喧嘩、止めに入ったのがたまたま同席したブラーのボーカルだった。3、インナーサークル、来日した時東京駅のホームで空腹を我慢しながら電車の時間待ち、いつまでも来ない電車に耐えかねたメンバーがホームで固形燃料を使ってカレーを煮て食べた。さあ陽介くん、この中からインナーサークルに関する本当のエピソードは一体何番でしょう。2番。インナーサークル、六本木のディスコでメンバー同士が女性をめぐって大喧嘩、止めに入ったのがたまたま同席したブラーのボーカルだった。正解ですよ陽介くん。そうなんですね、インナーサークル、六本木のディスコでメンバー同士が女性をめぐって大喧嘩、止めに入ったのがたまたま同席したブラーのボーカルだったということなんですけども、陽介くんは女性をめぐって喧嘩したことあります。いいえ、ないですよね。まだね、将来あるかもしれないよね。わかりません。わからないよね。はい、ごめんなさいね。ということで、長坂家に、3000円相当の、ごめんなさい、何言ってるんですか、6万円相当ですよね、6万円相当の CD チケット送らせていただきますのでね、みんなで分けて使ってくださいね。はい、はい、ということで、実はですね、あと意外なお話、事の顛末、曲の後でもう少しございますので、まずはこの曲お聴きいただきましょう。陽介くん、おめでとう。 Here's number 37 Inner Circle Games People Play。 ナナ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 ナ
Florida. Na 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 na. というわけで長坂陽介くんおめでとうございます。美味しいですね。6万円相当の CD 券、ちゃんと正解して、当てていただいたわけなんですけど、そのインナーサークルの話なんですけどもね、この晩同時期に来日していたインナーサークルとブラーが六本木のディスコで鉢合わせしたそうなんですけれども、意気投合した両者は仲良くお酒を酌み交わしたようなんですが、そのうちインナーサークルのメンバーがファンの女性をめぐって殴り合い、それをブラーのボーカルが止めに入ったという本当に嘘のような本当の話です。 Number 37 on the Dynamic Airplay Inner Circle Games People PlayPioneer Tokyo Hot 100 The Dynamic Airplay 1994年の年間チャート、続いての登場は1989年の年間チャート、 Prince Let It Go. And you are listening to The Dynamic Airplay. It goes number 35 is CJ Lewis, Sweets From a Sweet. My sweetness, I want the girl that love the best. I know some of that you less understand. Satisfaction guaranteed, I want the girl that need81.3. For the sweet, for the sweet sugar, for the heart, for the heart. Your sexy kiss, ready and so.I demand them a say them impressed with niceness, and with the girl them a wearing. I demand them a say you got clear sweetness for the girl them a dressing. I demand them a say them impressed with niceness, and with the girl them a wearing. I demand them a say you got clear. Me coming love only, girl them love only, girl them whiny, whiny, whiny. Love only, girl them love only, girl them love only, man with them body. Come on, me no love only, girl them love only, girl them jumping, jumping, jumping.Love only, girl them, love only, girl them, all of the girl follow me, follow me, follow me. Sweet, for the sweet, for the sweet, sugar for the heart, for the heart. What a sweet kiss, ready and so. Sweet, for the sweet, for the sweet, sugar for the heart. I'll never ever let you go. I'm missing on you now, you're not so teased and western. All the girl them big up your chest, make them know say you are the sweetest, because you know say you deserve the best. Love me, love them straight to my heart, make me feel good when we are walking. Nobody leave me girl, nobody part, because the sweetness just a get started. Sweetness for the girl them a chest, all the man them a say them impress, niceness for the girl them a wear, all the man them a say you gone clear. Sweetness for the girl them a chest, all the man them a say them impress, niceness for the girl them a wear.
the sweet and the sweet, I'm with the sugar in the loaf. I got lots of the young, I'm a band of feathery and from band of. Some of them are love the tune of the party, and them love the tune of the club. これいわゆる帰り先ヒットですよね。最初にエントリーしたのが、確か5月の後半だったんですけども、そして、一度チャートから落ちてしまいました。それから日本版が出て、また8月の初めぐらいにチャートにし、そして9月には、東京チャートでなんと9位を記録しました。年間チャートでは35位、 CJ Lewis Sweets From a Sweet。Stay tuned to the 9-hour Mega Countdown. We'll be right back. Pioneer Sound Performance by the Third Stage. では、一献。お師匠様、これが不老長寿のお薬ですか？さて、これはお酒ですか？それともあの滝に流れる水ですか？眺めてご覧になればわかるはずです。どうです？わかりました。何です？お師匠様が言わんとしていることは、要するに眺めるということが飲むことにもなる、そういうことですね。どうやらあなたはつまらないことにこだわっているようですね。それではこれはいかがかな。どうです、お師匠様、今のは幻だったのでしょうか。どうしました。たった今あなたが一匹の鳥に見えました。見事な嘘つきになりますね。しかし誰が嘘つきなのでしょう。私ですか、それともあなたの目が嘘をついたのでしょうか。それは同じことです。うまく嘘をつくことができたならば、それは本当のことを言っていることになる。わかりますね。はい。ではそれを召し上がってごらんなさい。もしもし。これならばいくらでも飲めますね。あなた、限度があるものは限度があるということそれ自体、人間には強すぎるものということなのですよ。つまり、無限に人間は人間であるほかないということですね。違います。あるものはある、ないものはない。もしかしたら私たちは初めから何もかも分かっているんじゃありませんか。それではお師匠様は全ては幻だとおっしゃるんですか。これが幻なんかであるもんですか。それでは無駄な詮索をするなということですか。そう。だから一人の人間が他のどういう人間でもあるということを考えた方が面白い。そうするとあなたは今どこにいるのでしょう。それはあなたは誰と話をしているのでしょう。あなた、そう世界に義理立てすることはありませんよ。こういうものもあります。お、これはうなぎのかば焼きです。これを食べたから別にどうということはなくて、ただただとてつもなくうまいだけです。とてつもなくうまい。もうそれならば言うことはないでしょう。お師匠様、それではいただくとしましょう。はい。はい。お客さんたち閉店なんですけど帰ってくださいよ。 We Love Young Spirit Presented by Pioneer。 Welcome back to the Pioneer Tokyo Hot 100 Dynamic Airplane. Next up is number 34, and it happens to be Arrested Development. Yo, this is Brother Speech from the group Arrested Development and Ishii from Arrested Development, and we're talking about y'all keeping your ears locked to J-Wave Tokyo Hot 100. Peace! 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 And that's number 34 on the Dino Airplay Arrested Development. Ease my mind. と言いたいところなんですが、ここでこれいきましょう。Hot Shot Twisters.
大好評かどうか分かりませんが、7回目のホットショットトゥイスターズ、今から WhatsApp ネクストクイズで不正解ボツだった方の中からお一人抽選で選んで私電話してみたいと思います。問題は今のアレステッドデベロップメントに関するエピソードを当てていただくというわけなんですが、3つの中からアレステッドに関するエピソードの番号を選んでくださいね。正解した方には CD チケットをプレゼントいたします。今回の CD チケットは2万円。なお電話が鳴ったら呼び出し音3回までで出てください。それまでに出られなかった場合は失格となってしまいますからね。はい、それでは、ちょっと電話いたしましょう。この方、世田谷区ですね。世田谷区にお住まいの方です。ちなみに、ホットショットトゥイスターズ、あと2回ありますので、よろしく。まだチャンスありますけどね。1回。2回。おっと。3回。もしもし。あ、ギリギリセーフですね。もしもし。小島智子さん。はい。ギリギリセーフでした。こんにちは。お元気ですか。はい、あのクリスマスカードありがとうございました。とんでもないですよ。あ、嬉しかったです。そうですか。はい、はい、ね、ファンの方にはねクリスマスカードとか私送ったりするんですけどもね。はい、小島さん、世田谷区にお住まいということでね。はい、はい、これから、問題なんですが、ホットショットトゥイスターズ、これも買ってわかりますよね。はい、どういう風にやるかね。はい、はい、それでは私問題言いますね。はい、次の3つの中からアレステッドデベロップメントに関するエピソード、当てていただくわけなんですが、正解は当然1つです。残り2つは全くの出任せです。はい、いいですね。はい、それでは、小島さん、はい、いきましょうか。1位、最年長のメンバーババ OJ は大の肩こり、コーラス担当の女性メンバーに肩もみをせがんでうるさいので、このツアー中にすでに5人が辞めた。2位、最年長のメンバーババ OJ は大の肩こり、日本に来日してお灸に開眼、毎日お灸を体中に据えるので、その匂いに若いメンバーは参った。3、最年長のメンバーババ OJ、 日本のテレビの収録中スタジオで、こんな緑のないとこにはこれ以上いられないとダダをこね始めたババ、止まったスタッフはテレビ局中の植木をババの前に失礼しました。困ったスタッフはテレビ局中の植木をババの周りに置いてごまかした。繰り返しましょう。ありがとうございますね、受けていただきまして。1位、最年長のメンバーババ OJ は大の肩こり、コーラス担当の女性メンバーに肩もみをせがんでうるさいので、このツアー中にすでに5人が辞めた。最年長のメンバーババ OJ、 大の肩こり、日本に来日してお灸に開眼、毎日お灸を体中に据えるので、その匂いに若いメンバーは参った。3、最年長のメンバーババ OJ、 日本のテレビの収録中スタジオで、こんな緑のないとこはこれ以上いられないとダダをこねたババ困ったスタッフはテレビ局中の植木をババの周りに置いてごまかした。さあ小島さん、この3つの中からババに関する実話は一体何番でしょうか。2番。最年長のメンバーババ OJ、大の肩こり、日本に来日してお灸に開眼、毎日お灸を体中に据えるので、その匂いに若いメンバーは参った。残念でしたね小島さん。はい、何だと思います。あと2つあるけど。その通り、そうなんですよ。最年長のメンバーババ OJ は日本のテレビの収録中スタジオで、こんな緑のないとこはこれ以上いられないとダバをこねたババ、困ったスタッフはテレビ局中の植木をババの周りに置いてごまかしたということなんですけれどもね。残念でしたね小島さんね。はい、ありがとうございます。はい、いえいえ、WhatsApp NEXT まだ続きますからね、そちらの方チャレンジしてくださいね。はい、はい、というわけで、残念でした。あとこのババ OJ に関するネタもう少しあるんで、曲を聴き終えた後に、皆さんにご報告したいと思います。それでは聴いていただきましょう。 Arrested Development Is My Mind No.34 in the Dino Airplay Hit it Baba I need some time to ease my mind. 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 Busted in a world that I don't know, from
from my mama's lips, between my mama's hips. I'm cuddled by her hands because she understands it's that bond that keeps the movement moving up. Life is surrounded with so many insecurities. Backstabbing is like breathing when in poverty. I try to make my sanity with the insane. Got it secondary to most when they scrap for money. But then again, money can cause even more death. When an African turns bigger, step and fetch it all. I just say when price is right, you can buy us all. Well, not me, cause I don't truly give a care about you. I move in poverty and wealth, but I surely move. And syncopated with your beat or your whack ass groove. My breakbeat is to break away from your thing. All these things you put on me makes this brother sing. I need some time to ease my mind. I need some time to ease my mind. I need some time to ease my mind. Mind and soul is even more important than body. Money can put my body in all exotic spaces. Meanwhile, my mind is so remotely dwells within that fine spot between. And so I move on with confidence of harmony and do my thing to resist this whack society. Cause if you don't resist, and I mean consciously, you pull your subconscious into accepting it. I ain't accepting it. I keep my focus. I keep my focus. I ain't accepting it. Give me a face pencil to draw a smile on me. Answer my prayer to get my earthly body inner peace. Answer my prayer to get my earthly body inner peace. Until that day upon which my soul's released. I need some time to ease my mind. Need some time. Need some time. Between my mama's hips, yeah. I'm cuddled by her hands because she understands. It's that bond that will keep the movement moving on. It's that bond that will keep the movement moving on. And so I gotta be ready to relinquish. Gotta be ready to relinquish my breath of life and struggle. Yeah, that's why I tell you I need some time to ease my mind. 小島さん残念でしたね。ちょっと外してしまいましたけれどもね、正解はババオージェ。日本のテレビの収録中スタジオで緑のないとこは嫌だとダダをこねて、困ったスタッフは、まあ、テレビ局中の植木をババの周りに置いたということなんですけどもね、まあ、観葉植物などの鉢植えを根こそぎこう集めてきたということなんですけども、それをババオージェの周りに置きますと、するとどうでしょう、ババのご機嫌は治って素晴らしいパフォーマンスを披露してくれたそうです。めでたしめでたし。 Arrested Development No. 34 Is My Mind。 さて続いて年間チャート33位は1994年なかなかの健闘ぶりを見せてくれたプライマルスクリームの ROCKS From their album Give Up But Don't Give Up No. 33 on the Dino Airplay is Primal Scream ROCKS。Yeah, get your rocks up, get your rocks up.
さて、プライマルスクリームというと直訳しますと原始的叫びになりますが、叫びといえば今年の2月、あの有名画家ムンクの叫びが盗まれ大騒動になりましたよね。でも5月には無事戻り、一件落着。 Number 33 on the Dynamic Airplay Primal Scream Rocks。 1994年最もヒットした100曲をカウントダウンしているこのダイナミックアップで、続いて32位もロック勢の登場です。若手に加えてクラプトン、ロバート・パーマー、そしてイエスなどおじさんロッカーも大健闘した1994年、東京チャートでは7月31日にナンバーワンに輝きましたが、年間チャートでは32位にランクされました。 Love is strong Hey, you're so sweet You make me hard You make me weak Love is strong And you're so sweet And someday babeさて、今年はあとわずかなんですが、このローリングストーンズ、来年の3月には2度目の来日が決定しています。 Number 32 on the Dynamic Airplay The Rolling Stones Love is Strong Pioneer Tokyo Hot 100。 さて、今年注目されたプロデューサーの一人が、先ほど88位にも登場していたレイ・ヘイデン、そして年間チャート31位に登場してきたこのクレモンティーヌの男と女を手掛けたのが彼、レイ・ヘイデンの手により名画男と女のメインタイトルソングが現代風なボッサファンクに生まれ変わり、東京チャートでも最高3位を記録したヒットとなりました。